前じゃねえんだ。ロジャーが待ってる男は。まだ生きてんのかよ。ロジャーの意志を継ぐ者たちがいるように、いずれエースの意志を継ぐ者も現れる。血縁を立てとあいつらの炎が消えることはねえ。そしていつの日か全てを背負って世界に挑む者が現れる。興味はねえが、あの宝を見つけた時世界はひっくり返るのさ。誰かが見つけ出す、その日は必ず来る。ワンピースは実在する。さらばだ、息子たち。死んでやがる、立ったまんま。白ひげ海賊団船長、大海賊エドワード・ニューゲート、通称白ひげ、マリンフォード頂上決戦にて死亡。さあ始めるぞ。見せてやるよ、最高のショー。出てきたぞ。おめえらに俺の力ってもんを見せておこう。ブラックホール、俺の闇闇の身の力、そしてあの構え。おやじの能力、全てを無に返す闇の引力、全てを破壊する地震の力、俺こそが最強だ。この世界の未来は決まった。そう、ここから先は俺の時代だ。痛快な能力だ。力が体の中から湧き上がってきやがる。今日の力を手に入れた俺を止めてみやがれ。面倒な奴に目をつけられた。奴を倒さねば逃げられんか。
せえな俺。よくやった、若い海兵。お前が命を懸けて生み出した勇気ある数秒は、良くか悪くか、この世界の運命を大きく変えた。なんで、ここに四皇が、赤髪のシャンクスだ！この戦争を終わらせに来た。アギ、そいつをルフィに。麦わら？前にあげたい宝の地図があるんだ。本当かおい。待ってろ、届ける。まだ暴れ足りねえ奴がいるのなら来い、俺たちが相手をしてやる。どうだティーチ。いや、黒ひげ。やめとこう。まだ時期が早い。全員
場は俺の顔を立ててもらおう。戦争は終わりだ。やるもんじゃのう。後にマリンフォード頂上戦争と呼ばれる史上空前の戦いは、シャンクス率いる赤髪海賊団の仲裁によってその幕を閉じた。瀕死の重傷を負ったルフィはハンコックにかくまわれ一命を取り留める。だがエースを救えなかったことで自責の念に苛まれ自暴自棄に陥っていた。何が海賊王だ。俺は弱い。何一つ守れねえ。見かねたジンベエは力ずくでルフィを諭す。ルフィ、失ったものばかり数えるな。ないものはない。確認せえ。お前にまだ残っているものは何じゃ。大切な仲間の存在を再確認したルフィは、集合場所であるシャボンディ諸島に向かおうとする。そこへ、明ヶ島に訪れたレイディと遭遇。彼の言葉を受け、ルフィは自分たちの身に起きたことを改めて振り返る。私から提案がある。乗るかソルかはもちろん、君が決めろ。しばし後、レイリーの提案を承諾したルフィはシャボンディ諸島へ向かわず、ジンベエと共にとある行動を決行する。麦わらのルフィが生きていた。また海軍本部に乗り込んだんだって。一体何が目的でこんなことを。ああ、そうか、分かったぞ。了解。そうか、ルフィ、分かった。ルフィ、人の気も知らないで勝手なんだから。なるほど。ああ、そういう感じに。集合は3日後じゃなく2年後。立ち止まって力をつけるんだ。そしてまた必ず集結する。世界各地に飛ばされていた仲間たちはルフィのメッセージを受け取り、各々の力をつけた後再集結することを心に誓った。2年後に。Jangan lupa support channel ini dengan like video ini, komen, dan subscribe. Terima kasih udah nonton.